はい、どうも、豚猫を続ける豚猫ゲームチャンネルの豚猫です。はい、どうもです。今日はですね、タンクメカニックシミュレーターの続きと DLC についてやっていきたいと思いますが、ちょっとね、話させてください。ですね、今日夜ね、暗がりでちょっとね、車の駐車をしてたらですね、私の車ワゴン R なんですけど、駐車を失敗して後ろに突起物があって、車の窓が、後ろのね、窓が全開しました。パリって言われて、パーンって言われて、はっ、後ろ横見て、バックして横見て後ろ見て、うん、よしよし、そろそろ、ブレーキパーン、あ、みたいな感じで、後方確認して、うん、よし、止まろうかなって思って、ペダルを、ブレーキペダルをする直前に、ポンと割れて、うわー、なんてこって、車の、まあ、今、ね、応急処置でビニールをね、こう、いろいろ、ね、切り合わせたやつをガムテープでベタベタ貼って、今車を補強してあるんですけど、まあね、ショックですね。いや、もともとその車の運転でバック下手くそなんですけど、目の手術をしたって言ったでしょ。目の手術をね、今両目してあるんだけれど、まあ片目、左目初めてねした時からね、どうもバックが下手くそになって、でなぜかっていうと、今私のこの目がですね、実は遠近がわからないんですよ、実は。ちょっとね、遠近がわからない状態ってて、割とね、遠距離感覚がちょっとね、バグってるんですよ。なので、遠くにあるものは、確かに遠くにあるにはちゃんと見えるんだけど、なんかね、車の運転が下手くそになりましてね、かなり。まあ、急に BGM なくなるのやめてほしいな。まあいいや、その話はまあね、私がね、すごいなんかショッキングな事件が起きましたよということでね、まあ気を取り直して、やっていきましょうかね。タンクメカニックシミュレーター。BGM ならないな。あ、なり始めた。で、前気になってたこれ。これね、溶接機。何に使うのかね、わかりました。ここに、穴があると思うんですけど、戦車のね、穴を塞ぐことができる、道具だそうです。これ、まあ、溶接するんだろうから、何かを、つなぎ合わせたり塞いだりするのかなっていうのは思ってたんだけど、まあ、これだっていうことがね、ついつい分かりましたね。この辺とかもそうかな。ここ穴開いてるわ。なんかこう、普通とは違う、なんか焦げ茶色な色、まあこれも焦げ茶色なんだけど、濃いところを見つけたらそこをね、プシューってやることを今後おすすめ。まあなんだろうね、博物館とかだったらこう弾痕って残しておいた方が、ね、戦争博物館的にはすごい二重丸なんですけど、あ、ここ貫通したんだとかでね、残しとくのは全然 OK なんですが、このゲームのね、世界観的には多分ね、それは違うと思うんですよ。ちょっと待って、例えばね、メール見てみましょう。メール、今やってる仕事のメールをちょっと見てみましょう。メール、郵便ポスト、助けて来てるね、これ助けて、助けて、すぐに知らせてください。これは本当に急、緊急なんですね。早急なお願いがあります。すぐにされてください。本当にってなんでみんなこんな緊急性の高いんだっていうね。おかしいよね。だって今現在この車両は戦争で使ってるわけじゃない。でかといって、まあ、博物館で緊急っていうのもおかしい。じゃあ何かって言ったら、おそらくこの世界観、戦車で競技をしてる。
ワールド・オブ・タンクスとかの世界のおそらく修理工なんですよ。プレイヤーは。もしくはガールズ&パンツァね。まあ私はガルパンだと思うんだけど。戦車でね、何かやってるよ。この世界観の人たち。ってないとなんかね、話がね、つじつまが合わないんだよ。なんで、こう、緊急を要する修理がね、こう、はい、舞い込んでくるのかね。で、サビだらけの車両には、ね、こう、なんかこう、弾痕の跡があると。あ、これ、これ DLC かな？ T ガー2ですね。キング T ガーってやつです。ちょっとこっちまで来ちゃったけど。そこ。洗車ショップ。今まであったのが、ここ、あったね。あった、大丈夫。あった、大丈夫。あった。で、パンタあって、ハーフトラックあって、おそらく、ここまでかな。2号戦車までかな。BT7 と、ヘルキャット、IS2、で、チャーチルマーク3。マウスはもともとあった。で、T ガツね、キング T ガが DLC で入ってきましたよと。で、今、この IS2 ね、直してるんですけど。で、まあ私がね、ちょっとね、DLC で、まあ車両が増えるのは別になんだろう、いいんですが、ちょっと気になってるのが、DLC の動画で、なんかね、無線機を直してるシーンがあったんですよね。と、あと、エンジンが、なんだ、なんつうの、トルクが回るというのか、動いてました。まあ、確かにエンジン動くんだけど、ちゃんとね、構造的に動いてたりしたはしたので、その辺がアップグレードされているのかな？どうなんでしょうね。一応 DLC は入れたんですけど、まだその確認はしてない状態でして。あれは交換部品か。いや、IS でかいな。さすが、アンチティが。戦車、重戦車ですね。でかいですね。でもまあこう作りを見るとやっぱりなんか洗練されたものがありますね。これは上は？ああ、よしよし。後ろ、あ、これ整備性いいな。ちょっとここ、下下っちゃうのがちょっとあれなんだけど、かなり整備性いいですね。後ろのこう整備用ハッチですね。まあ、弱点にもなるっていうね、こういうやつって。いいですね。結構ボルトの数が多い。ちょっと、これじゃない。戻る。おいしょ。時間間違えた。モジュールを。BGM がね、あ、間違えた。向こう持ってっちゃった。すごい BGM が途切れるのはね、ちょっと嫌ですね、これ。もうちょっとずっと鳴っててほしいな。まあ、集中するにはね、BGM 邪魔になったりとかするけど、あれ？ん？お？あ、戻しちゃったのか、単純に。IS2 か。
まあでもなんだろうな、車両アップデート、うん、新しい車両が DLC で来るっていうのはなんかちょっとあれだね。個人的にはマイナスかな。まあ入れてなくても全然面白いんだけどさ、ね。でもあの大きさでやっぱこのサイズのねエンジンっていうのはやっぱそう見るとなんかちっちゃいような感じがするよね。まあなんつうかな、あのアメリカの戦車というかシャーマンがでかすぎるんだろうな。これどうやって外すんだこれ。ちゃうちゃう、このこれこれ、あそうそう、これ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 をまず外す。ええどれどれから、これはどれを外したらいいんだ、難しいな。ちょっと待ってろよ。あ知ってるよ、どれから外すの、これこれ外す、でこれ外す、すげえ、これはで、あこれ中動くよ、これ完成したら。ちょっとこれは完成させたいな。これ完成したら中動くタイプだ。いいよいいよ、こういうの待ってたんだよ。まあその前にバルブ、よし、でこれを外す、まずこれ外して、これ外せる、あ外せる、よし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 、えこれ、あこんな電量ホースも、えちょ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 、よし外れた、はいはい、よし外れたかな。これはちょっと全部直したいので、間違えた。ちょっと全部直したいな。とりあえず修理外注。やっぱ直るの待ちましょう。足りないパーツとかをとりあえずエンジンカバー外し、わお、これは面白いぞ、ついに来たかって感じかな。オイルネーター外して、でこれで、ちょっとはずギアはず、うわこれ一個ずつ外する、バブルバ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 ルブ、これ楽しい、全然知らない単語が出てきてる。こういうのあれだよ、車作ってる会社とかのさ、付属の学校とかあるでしょ、こう専用の専門の。もうエンジンだけを専用に勉強してこないと、あとは整備工だよね、整備士の資格とかの勉強してこないとわからん部分よな、これは。カバーが取れると、おお、なに、ピストンだ、うわピストンだ、すげえや、これ動くのか、楽しみだな。で
こっちで。ああ、はい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 。ね、この雑なね、雑なね、こう、ネジをね、ボルトを外していきましょう。雑ネジを。こんな雑な仕事ゲームでしかできねえよってな。うわーすげー、なにこれ、うわすげー、すげーぜー。カムシャフト、カムシャフト、カムシャフトとか言って、これでバルブ外して、別に外す必要ないとは思う部分なんだけど、とりあえず外してこう。中身一体、バルブのパーツとさ、このなんだ、実際のカバーとさ、もっと複雑なんだろうね、分解するには。バルブポン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 抜いてるけど、これもっと本当は複雑なはず。もう雑な作りだなーってなるけど、でも今までのね、シミュレーターにしてはかなりレベルが上がりましたね。はいはいはい、ピストン、ピストン足りてる？足りてる？足りてるかな、ピストン。おーすごいな、このピストンが動くわけでしょ。カタ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 。ピストンもまあデザインは雑よな、おそらく。もっと本当はしっかりとしてるんだろうけど。で実際にこうなんかね、動かすってなったらね、オイル差しとかも必要だと思うし、いやー面白いな。これがね、要はこう我々人類が作り出した機械を動かすための心臓ですからね。いや素晴らしい、いいもの見せてもらう。うわーやだ、カバーつけて、これ先につけちゃっていいの？つけちゃっていいんだ。バルブがね、こうね、バルブが一個一個、これ大変よな。はい、バルブ。はい、バルブ。いやー、これはすごいな。もうホス多分治ってるはずだから、あ、これないパーツが、ちょっと IS のパーツ買うか。ちょっと動いてるとこ見たいもんね、このエンジンが。エンジンパーツだけ買うとお金がね、お金がなくて生産がちょっとめんどくさいかな。パーツいちいち全部ね調べてやるとめんどくさいから、いっぺんに買っちゃいましょう。ホイールネーターは確か外したよね。ほいほい、先にこっちか。冷却水つけて、ホイールネーター、ホイールネーター、くっつかね、ホイールネーター、くっつかない。ないとかも表示されたいから、多分順番が違うんじゃないかな。で、シャフト A。あれ？シャフト B はないのかい？ホイールネーター？うん、つかないな。ちょっとあれだね。
先に買っちゃおうか。でん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 。戦車パーツ、今ちょっとお金ないんだけど、まあ買えるでしょ。あ、こっちからじゃない、こっちからじゃない、間違えた間違えた。ロード中、ロード中、あ、ずっと出てる、やべえ、これバグだわ。こう見て、速なパーツを購入します。いくらになるのかな。わお、高いね。お金なくなったね、一気にね。すげえ高い。今までの比じゃないな。チューブ、チューブ、チューブ、チューブ。なんで足りないパーツ買ったはずだぞ。ワイヤー C、 互換性のあるパーツが見つかりませんって。おいおい、でん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 。不足なパーツを購入、受け入れ。なんでだろう。はい、ウィルネーター、はい、カムシャフト、カムシャフト B、 よしよし、よいしょ。わー、すごいな。ちょっとこれはちょいちょい、これはちょっと大変だぞ。なんだ、一応ゲーム性を持たせるために、なんか各車両ごとにね、難易度が設定されてるもんですから、まあ、それでね、パーツのね、難しさとかね、組み立てやすさ、組み立てにくさみたいなのね、設定されちゃってるっていうのもね、あって、それで一部の車両はね、なんかのっぴりとした簡単なねことしかやらせてくれないんだけど、いや、これぐらいまでねやってくれると、なんか実際に作ってる感があっていいですね。おお、なんだこのパーツは。こうね、ワイヤーなんだみたいなのね、パーツみたいな、こう、これも本当にワイヤーなのか、これチューブなんじゃないかな。バルブね、はいはい。こういうとこはね、クリックしてね、見るといいですよ。もうね、何か足りなければ、作業進んでないはずだから、おそらく、合ってるはず。これでなんか中身がね足りてないってことはないはず。この辺をクリックして、よし、ほいほいと。いや、楽しみだな、動いてるのを見るの。まあ、今日ね、まあ、エンジンがすごい魅力的だとかいう話をしときながら車ぶつけてるね、私からしたら。いや、私も戦車乗ってたらね、バックしてね、物にぶつかったとしてもね、壊れるのはね、向こう側だからね。いや、それも困るな。それはそれで困るわな。
一部がちゃんとスプレーされてないのかったな。よし。シャフトドライブ、カムシャフト。ああ、これが。ほい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 。こういうのもね、本当はね、こうね、反対側からね、こうやってクロスしたりとかして、角角やって。ネジのね、こうちゃんと締める順番っていうのが本当あるんですよね。これで合ってるかどうか私知らないけど、対角線上にやってるけど、タイヤのはね、そうなんだよね。特にね、円形だから。こういう四角物に対してはどうなんだろうね。ほいほいほい。ああ、なるほど。上締めるの？こう？冷却なんとかなんちゃら。どう？エンジンの状態、まだまたやんなきゃいけないのがある。なんでしょう。何が足りてない？これは OK。エンジンのパーツがなんか足りないんじゃないかな。あ、違うな。多分これだ。お、100%。 あ、これでエンジン動くぞい、動くぞい。よし。なんだ、どうした。おお、まあこっちのね、車両もちょっとスプレーかけといて銀ピカにしときましょうか。なんかあの辺とか心配だな。あれ、届かない。あれ、ちょっと作業してないんだよな。お前も言ったけど、本来ね、修理してね、天輪とか、サスペンションとかのこのね、ローラーをね、一回全部外して元に戻すみたいなね、こともね、してるんですけど、無難だった。今日ちょっと短縮のために、やらないでいきます。ボルトが欠けてたりとかするでしょ？このボルトもね、しっかりね、揃えてあげたりとかしてね。まあ、なるべく、送られてきた状態になるように返してあげるっていう。まあ、でも、パーツが、あれですね。全部購入してるので、一回全部外さなきゃダメか。結局外さなきゃダメか。ポートがなくてもエンジンは動かせるから、先に足回りだけでもちょっと直しちゃうか。交換パーツはこれいい。
違います違います。これか、こっちの方がいいか。ポン。はい、もう一回。はい、ポン。はい、よいしょ。はい。はい。これも外れんのかな？空振りが始まっちゃった。空振りが始まっちゃうとね、ほいっとほいっと、ほいっと、ここから空振り始まっちゃうとダメなんだよ。空振り始まっちゃうとダメだから一回。ほい。これはこれ外れないんだ、もともとパーツではないんだ。足回りやるときはね、これが一番楽です。ボルト外さなくていいから。よいしょ。まあ、あとはね、組み立てるときはやんなきゃいけないんだけど、ぶん殴るだけで外れるからね。外すときはこれが一番。本当は、どうやっても、サンダーとかね、使う場合は、まあ、どうやっても外れますよっていうときにね、うん、カーンってするな、だこれ。まあ、サビがね、こう、ついちゃって、硬直しちゃって、硬直違うね、結晶か違うね、まあ、サビとこの物体が、物体じゃないね、あのパーツが一緒になっちゃったりとかしてるときに、これ外さなくてもよかったな。にぶったたいたり、サンダーで削ったりとかするんだけど、本来だね、まあ、このゲームね、その辺は考えてないので、まあ、除去するんだったらハンマー使えばいいよっていうね、形になってるから。しかもね、本来だったらね、こうサンドブラスターかかってね、こんな綺麗になった状態でね、ポコポコ殴るってね、やんないからね。もう家庭工程ぶっ飛ばしてるから。なんだろ、他のね、メカニックシミュレーターゲームもいろいろあるけど、まあ、その中でもね、ちょっとね、これは、ナンセンスな部分ですね。まあ、遊びやすいっちゃ遊びやすいけど、実際こんなことしたらね、せっかくね、こう、直したってね、ボコボコになっちゃうからね。よいしょ。いっ。とりあえず。あ、締まりはこんなんでいいかな。で、中にちょっと入ろう。社長席かな。が一番いいかな、大体。社長席に、うわー、汚い。あ、これ交換パーツだわ。交換パスですわ。交換ペリスコープかこれ。え、ちょっと待って。
IS の社長、あ、これあれじゃん、宝刀じゃん。どうだ、こっちだ。え、じゃあ間違えました。こっちね。操縦出席。なんかおかしいなと思ったらね、社長席にいた。これは交換パーツか。これも交換パーツ。交換パーツ多いな。あー、これ電子部品でしたね。じゃあ、あれはメーターだよ。これが、あ、電子部品か。電子部品っていうか、あの、レディオ。これも？伝送品の部分が多くなったな。そうするとドイツ生産やばそうだな。そういや、そうでしたね。ソ連戦車はね、人員が少ないですから。なんであれ交換しかできないの。そう言われてみれば、もう見た感じシャフト類は大丈夫そうな感じ。こいつはダメ。あー、これ取っ手がないか、もしかして。この辺の、なんだろう、装飾品は何の装飾品じゃねえや。これはだ、これはね、この線はいけるけど、この線がダメって、なんかちょっと、なんだろうな、難しいな。これはあれですよ、交換パーツ多いから。大変そうだなぁ。あ、すごい緑色。おや？なんかな。ちょっと待って、分解パーツをちょっと組み立て、分解パーツ、あー、これ外すにはこれが必要かな。ケーキ、ケーキ外れない。燃料ホースか。
定期が外れない。外すための、ファイヤー。反応なし。ワイヤー。ワイヤー外されるとダメかな。何本あるんだ。実際ワイヤーじゃないでしょ。ケーキって繋がってんだから。外れない。外れない。パス外れましたんで。間違えた。一旦出ましょう。何かが引っかかってて外れない。ほっ。外して これ外してはい、接続ホースワイヤーワイヤー外してはいっと テレスコープの状態はあまり良くないから、ちょっと外して、これか。ワイヤー外して、こう外して、いや、あいつ燃料タンクこんなとこにあんの？知らんかったわ。あ、これはサビ取り。それは交換パーツ。もうめんどくせえな。ああ、そういうパーツか。よし。で。おっと。突然のねじ込み。ここにもあるじゃないパーツが。多分よし。で、まあ、抜けたパーツどこだ？どれだろうな。状態が悪いやつから、とりあえずすべて選択して外注しまして、はい、お願いします。では戻ってくるでしょう。でまあそのうちちょっとまず作業をまた進めてね。ちょっと待って。これ上もか。上もか。パス多いなぁ。ほんとなんか、難易度が上がっている感じがするね。
や本当はね、どの戦車もね、これぐらいの難易度でも別に問題はないと思うんだけどね。私もね、最初ゲームやった時はね、このパーツどこのパーツ仕入れなきゃいけないのみたいなのあったけどね、不足パーツをまとめて購入っていうボタンがねあるのをしてからね、もうすぐにねちゃちゃーっとできるようになったからね。違った。足りてんのかなボルト。じゃあ状態見てみようかな。でも変え間違えた。こっちはない。お、全部終わったかな。はじゃあ全部終わってるんだったら、内部をめちゃーっと直していこうかね。スワロ。ペリスコープ。ペリスコープ。ワイヤーが黄色い。おしゃれじゃない。これあれだったわ。ねじ込みなんだ。手でやれ。いちいちこと持ってくるな。手でやれ。向こうにあったんですよ。接続ホースでしょ。向こう側も多分足りないのがあるんだよね。よいしょ。あ、これやるのか、やっぱり。じゃあやっぱちょっとこれはまずいじゃない？足りてないんじゃない？大丈夫？ボルトの数足りてる？あ、足りてるっぽいな。足回り。エアファン。ちょっと待って、奥をやらせて。奥をやらせてよ。まあいいやん。ちょっと待った。ああ、よかった。この周りのやつ全部やるのかと思ったわ。つける部分だけでよかった。てか、なんかおもちゃみたいな緑色してんな。ちょっと待って、エンジンカバー？ちょっと待って、俺、出れなくなっちゃうって。
いいよ。お、はい。あ、もうカバーしちゃっていいのね。はいはい、はい、エンジン8と。はい。はい。出られなくなったよ。はい。はい。私は、機械とともに。ね。これじゃねえな。上見て、リセット。機械と一緒になったね。機械人間だ。武器人間になっちゃったね。よいしょ。いやIS、そもそも IS1、IS2 どっちだっけ。いいよ。組み立て、いや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 、ちょっと待って、中のパーツを、中のパーツ、ハッチじゃないの、歯車がまだ残ってんのよ。ハッチ、あーダメだ、これねじ込み式ハッチだ。変速ハッチ B、 変速ハッチ B、 ケインロープでかっ。しかも塗装済みだよ、ロープが。なんだ、歯車が足りてないんだよ。なんか見えないところでなんか、あ、そうそう、この歯車とかもね、つけさせて。大丈夫かな？あー、そうそう、カバーとかね、歯車カバーとかもね、つけさせて。あとはどっかな？あ、なんか向こう側にあるみたいだね。どこだ？あとはいいかな？あとはいいかな？なんか、上側にもなんかつけられるものが。これなんすか？なんだそれ。よくわからねえ。歯車はどうだい？大丈夫かな？ちょっとホイールもなんかね、つけてったりしてね。なんかさ、時々今までこの円柱が見えてるはずなんだけど、円柱とか接地円が見えてるこれね、はずだったんだけど、見えなくなっちゃう。これにして、あれ、なんかまだつけられてないは。設置でなんかつけられてないものがあるぞ。こっちはだってこうね、あ、未購入のものないですか。ん、なんだこの辺はくっつけられないのが、なんだ、ちょっと内部見てみるか。ああ、シャフト、なんだ、歯車のシャフトというか、こうすごいな、歯車すごいな。え、何、パッて言われたけど、
え、な、な、なに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 、パッて言われたけど。これ順番間違えてるでしょ、作る順番。この辺の歯車触らせてくんない？ほらほら、歯車カバーとかさ、ねえ、触らせてくんないかな。この辺どうやって直すの？この辺ないんだよ。この辺のパーツがないの？あれ？足回りのパーツの確認をしてみようか。なんかないよね。エンジンかな、シャフトかな。間違えた。エンジンのギア部分かな。歯車どっちなんだろう。足回りかな。分解、組み立て。やっぱなんか、ないよな。まだ歯車が残ってる。これだよ。ファイナルドライブ、ブレーキドラムとか、ブレーキキーカーとか、この辺じゃない？歯車の足元直って。エンジン違うな、変速機かな、この辺だよね多分。これで調べて変速機 82% のこのブレーキドラムポイッやるとスイッチングするから、どれだいどこだい。この辺のギアがついてないのが多分問題なんじゃないかな。難しいことになってきたな。ブレーキ機構じゃなくてファイナルドライブとか、ファイナルドライブとか、歯車 F どれ。あ、そっち全然違う方向だった。反対じゃんそれ。歯車 D 足りてない。歯車 D、 サスペンションアームとかじゃない。違います。それじゃないです。このここら辺のここら辺の、やつを見たいんですけど、すごい難しいぞ。足回りめちゃくちゃ難しいな。変速機、車 D は、え、そっちなん？そっちなの？うわっ、急
急に出てくるじゃん。これ、もしかしてなんかずれてんじゃないかな。よしよし。そう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 。うわ。これでよしと。うわ、キャタピルでかい。なんか普通の車って前輪駆動だったりとかするでしょ？もちろん戦車もね、前輪駆動の戦車あるんですけど、戦車って、要は前の方向の走行をね、強くしなきゃいけないんですよ。で、戦う方向もね、正面から戦うでしょ？で、もし正面から攻撃されて、駆動輪、エンジンから直結して、キャタピラを回転させる駆動輪がぶっ壊されちゃうと、回らないんですよね。キャタピラがね。もう適当にね、使える、ただ、キャタピラを、ちゃんと、たゆませなかったりとか、キャタピラを、正確に、回すために必要な、こういう、パワーが伝わらない、サスペンション系のホイールだったりとかね、するのは、壊されても別に問題はないんですよ。キャタピラーもあるから。走行にね、支障はないんですけど、駆動輪が壊されちゃったらね、キャタピラー回らないので、だから、後ろの方にある戦車がね、多いですね。今もそうなのかな？ほとんどの戦車ってどうなんだろう。ただ、そうは言っても IS、目の前の方に 燃料タンクあるって、結局前打ち抜かれたら炎上するよねって ソ連戦車はね、非人道的な戦車でね、まあ、中のね、なんだ、居住性は悪いわ、視界は悪いわ、っていう戦車が多かったんだよね。IS もまあ、狭いですよね。ただその分、まあ、車体をね、小さくすることができるので、戦闘においてはまあ有利ですね。とは言ってもまあ、最近の戦車の大部分はね、そんなに居住性いいかって言われたらそうでもないですからね。まあ、それは、時代のこの戦闘スタイルの変化にもよるもので、あんまりこう、すべてがすべて居住性がいいようにするっていう必要はないんですけど。ああ、なんだろうな。結構、重点的に置いてるのは、やっぱり、ドライバーの、まあ、居心地の良さとかね。結構、話題になったりとかするけど。
ゲームが止まる。止まるわけじゃないわ。なんか場所が悪いわ。ちょっとね、パーツ数が多い戦車をね、置いてるせいかね、ちょっと重いんですよ、今。向こうにだってね、T-GA2がいるから、ちょっとね、パーツ数が多くて、多分おそらくゲームが少し、普段より重くなってるんじゃないかな。反対側のキャタピラーもつけて、そしたらちょっとエンジン動かしてみようかね。で、今日エンジン動かしたらちょっと終わりにしようかな。射撃はね、そんなに、主なゲームじゃないから。射撃がメインのゲームじゃないからね。このゲーム。使っていうと、まあ、直して走らせるまでがね。いや、でも、注文してる側は、まあ、協議してるから、射撃できて、できなきゃね、ダメだと思うけど、まあ、その辺は、なんか、やっぱ、攻撃集団的な部分はね、おそらくチームの方でやってくれるでしょう。なんだろうな、この戦車はあれかな、社会人なのか、それとも、まあ、高校はね、お金ないから、多分社会人チームだとは思うんだよね。もうそれかもしくは大学かな。でも、早急に直してくれっていう注文が受けて、直せるっていうのをやっぱ考えると、やっぱ社会人チームなのかな。ガルパンだとね、高校生みんなね、自分ちで整備してるから。多分大学でも多分おそらくは、まあ、大学はどうだろうな。どうなんだろう。大学とかの、まあ、実際にね、戦車じゃなくてレーシングチームとかって、自分ちでやっぱり授業の一環でやったりとかするのかね。講習の一環なんだろう。買ってもらってやってるから、まあ、社会人かな、やっぱ。社会人、もしくはお金のある大学、高校。戦車道連盟のね。戦車道連盟の付属じゃないよね。戦車道連盟加入校加入？そういえばガルパンって高校は学園艦っていう船だったでしょ？大学はどうなんだ？船なのかな？大学は内地なのかな？この辺の設定忘れちゃったな。ガルパンでさ、その戦車の修理をさ、自動車部っていうのがやってたんだけど、で、まあ、結局最終的には戦車のねチームに入るんだけど、まあそれはね、アニメ内で大洗がちょっと、下火になっちゃってたから修理する部門がなかっただけであって。船舶科の方にはおそらく主機関を動かす部門があるはずだから、基本的に自動車部とかじゃなくてもおそらくこういう整備ができるこっちはいるはずなんだよね。まあノウハウはないとは思う。車の方じゃない、車とね、船は違うから。ただ主機関に関しては、まあ、エンジンとだからね、整備とかね、点検の仕方はおそらく船舶科のこっちの方が実は
しっかりしてるのではないかっていうね。他のガルパンのね、高校のコッチって、戦車と先行して、いるコッチは多分いると思うんだけど、専用のだって、なんだ、クラスがあるのって、黒森峰とサンダースと、セントグロリアナぐらいじゃない？実は。どうなんだろう。授業の一環としてやるはやるけど、部としてあるけど、その、専攻でやってるところっていうのは少ないはずだじゃなかったかな。よし！治った。足回り完成。足回り、車体 100% じゃないな。ちょっと。ペンキが。終わってないとか。あとあれだ。中回らないと。寒い。ミリスコープ周りとか確かペンキが終わってない部分があったな。これなんだ？あ、これ濡れてないだけか。あと分解と、あ、ほい、これうわ見にくいな。これ濡れてんのかな。制御パネル、制御パネルっていうよりはなんかこう制御パネル制御パネルにはなるのか。ファイヤーホース、ホース燃料ホース、そうか、燃料があれだもんね、前にあるんだもんね、燃料タンクはね。だからこう後ろに燃料ホースがこうついていくようになってんだね。ステアリングレバーとワイヤーと後ろからね発電してくるからワイヤーはねここにあるわけ。はい、あとこっち側もねワイヤーがよっ、はい、よし。であとは何が足りてない、足りてないのかな。お、弾薬箱か。おい、よいしょ。なんかあの辺も足りてないな。これは一回外出た方が良さそうだ。う、部屋が寒い、部屋が寒い、すごい。さっきからね、あの太もも周りがすごい寒くて、実は暖房が効いてない今日。暖房つけようかな。よいしょ。ちょっと待ってろよ。分解。蓋もあるのね。でもぶっちゃけさ、蓋なんか開けてる暇あんのかね、こう玉の。泥が入っちゃうよりマシなのかな。絶対蓋多分ね、これ
車内にないと思ったよな。ソビエトの人たちがこの辺をしっかりちゃんと蓋を閉めて何かやってるかっていうようなイメージが全く湧かない偏見じゃないけど全く湧かないよな。まさかクランクで始動させんの？これ嘘でしょ。そんなまさか。何か足りてないね何が足りない。ああ、ここら辺か。これか。はい、はいや。あと何？どこが足りてないの？うぅ。車内、何が足りてないのかな？ああ、バッテリー！どこにあるの？バッテリーなんて。どこ？燃料タンクでしょ？バッテリーなんてどこにあんの？バッテリーどこ？どこ？バッテリー？どこ？今なんかバッバッテリーなんちゃらって燃料ホース、バッテリーはどこよバッテリーって出るけどバッテリーはどこよ、どこにあんのよバッテリー。燃料ホース、これは燃料タンクでしょ。バッテリーはではどこなんだよバッテリーが言うけどバッテリーはどこにあるの。この辺にあるらしいんだけど、どこ？バッテリー、バッテリーは？バッテリー、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 バッテリーがない。お、なんだ？バッテリー、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 What battery? What battery? Battery, battery. バッテリーの時は車ね、あれ動かないからね。それバッテリー。そこにあるの。あったじゃんバッテリー、どこにあった。そうなのかな。あんまり外して、なんかね、ペリスコープをなんかこう、めんどくせえ、すべて選択。
少々お待ちください。1分ほどお待ちください。そう、まあ、今のうちにエンジン戻して、なんかこんなとこに飛ばされちゃったんだな。で、ういとか地上オプション、まずは、冷却液、どこ、トポ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 ト、はい、で次、違うね、これじゃないね。お、部屋が寒い、部屋が寒いよ。液体燃料オプション、これはオイル、次オイル、オイル、トマ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 ト、え、オッケー、はい、で次、はい、燃料、ちょっと待って、すごいこっちは入れなくてもいいでしょう。とりあえず1個残して。あ、じゃあ、1番？じゃあ4番。4番？ 4 番だな。これがメインタンクだと思うから、4番。5番？5番かな、4、5、はい、3番があれでしょ、1番はどこ、まあ、ここだよね。あ、外にあるのはね、あの予備タンクなんで、まあ、無理にあれですね、入れる必要はないところなので、ペリスコープ、ペリスコープ、ペリスコープ、これあれか、なんか壊れてるんじゃなくて画質がなぜかこいつだけ画質が悪いだけかなんかすげえ、これ修理しなきゃダメかなと思ったけど、違う、これテクスチャーバグだわ。オッケー、オッケー、バッテリー入れて、はい、バッテリー入れて、はい、バッテリー入れて、はい、蓋閉めて、はい、これでよし。で、ちょっと待ってろよ、まだ足りてないな、いくつか何か足りてないぞ、エンジン、エンジン燃料システム、これ多分ね、中に入ってないってだけだから、これね、冷却水、いい、こうなんかね、こうなんかね、こう接続ホースとかなんか抜けてる部分が多々あるわ。え、こう給油口、これ直してないの？私、直したはずだけどな。接続ホースどこだい？接続、そんなちっちゃいのかよ。
ちいちね、これ見ていかなきゃいけないんですよ。これはまあ最終チェックだ。70% 超えて 80% 以降はね、ない。いや、90% とかね、特にそうよね。99% とかね。これはない。なきゃそれは動かんわけよ。この辺は、やっとかないと動かないからな。車体の状態っていうのはね、まあ別に大丈夫だと思うから、どこ？それは動かんわな。すごいパーツ数。いくつあるんだ、これ。これ考えたら DLC の後ろ側にあるティガ2も頭が痛えな。カバー最初からつけとけわ、はい、一緒にしとけよいいかい。あ、まあ、98あと 2% どれ。あと 2% は多分ねこれだ。さっきね修理したはずだけど、え、違う。これか、塗りが足りてない。これはね、これはちょっと難しいんですよ。下塗りをこの辺ぐらいからかな。上からやった方がいいかな。パーツ数が多いから重くなる。上を向いて歩こう。上を向いて歩くとすごいスピード速い。お、これを見るともうダメだね。ゲームが重くなるね。オブジェクトが多いから。どうだ？いかないか。ん？これじゃないでしょ？オイルクーラーじゃなくて、これの。これのこれなんだよ。やらなくてもね動くけどね、ちょっとね気に食わないね。ちょっと気に食わないですね。うわ、直しとかないとな。しかもそこのちょっと蓋が燃料タンクの蓋がついてない。ここからいけるでしょ。これじゃない？これ。これこれね。はい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 。ああ、終わった。
多分ね、これもね、ちょっと本当はね、ボルトがね、閉まってないから外した方がいいと思うんだけど、まあいい。いや、まあ良くないか。オイルクーラークーラーって言うけど、あれだよね。いや、カバーじゃないって、カバーじゃないって。カバーは最後だって。カバーは最後なんだって。おお。ここから見て、中がもんが終わってないのにカバーを選択させるのはね、本当に悪意がある、これ。このゲーム。まだ中のもんが終わってないよーって。よし、さあ、いいぞ。で、次は何が残ってる？車内、何が他に残ってるかな。車内、なんか残ってませんね。何これ、どこ、何が入られてたんだろう。これ？あとは？社内93、残り 7%。 何、すごい量。何が、なんだこれ、なんこれ、どこ、それ、はい、なるほどね。こっち側もね、多分ついてない。なんかワイヤーがついてないらしいんだよ。これか。これでどう？これで OK なんじゃない？分析。これでどう？はい、100%。よし、車内100%。変速機が足りてないぞ。ブレーキ構造、よし、これで OK でしょ。もうさすがにこれで OK じゃない？いやー、時間かかったな。よし、あと砲塔残すだけ。砲塔はまたいいとして、じゃあ、ちょっとエンジン始動してみようかな。ようやくだね。違うね。お、回してる。いけ、かかれ。ちょっと待って、マジで外部燃料タンクはこれ繋がってないはずでしょ、これ確か。セップやんなきゃダメかよ、畜生。全部燃料入ってるよ。これ予備燃料だって、外にあるのは。内部燃料はもう詰まってるってば。
外も出さなきゃダメで、ね、嘘でしょ、そんな。違えちゃったよ。燃料メニュー3番、2番補充。はい、2番、あと1番かな。IS はね、エンジンとね、燃費が悪いんですよ。だから外部燃料をタンクをね、用意してる車両なんですけど、T34 もね、34の85とかをね、後ろにこういう風にね、燃料タンクをね、つけてましてね。そうそう、燃料で思い出したけど、あのジェリカンって知ってる？ジェリカン、灯油とか入れるあの赤いやつ、あれの燃料システムが満たされていません。なんで、何が足りない？何が足りない？ちょっと待って、何が足りない？エンジン、これか93とかそういうやつ、その車体の外部でしょ。燃料システムを満たされてるはず。急行問題なし。手回しクランクとかそういうの外すんじゃなくて、難しいな。燃料、液体燃料、オイルメニュー。オイル足りてるでしょ？オイル足りてる。投液。足りてる。あれ？もしかして、オイル、反対側のオイルがある。え、こっちは？確か隣もオイルタンクなはず。オイルタンク2つあるでしょ。多分そっち側のオイルタンクに入ってないから動かないんじゃないかな。せっかくここまで来たのに動かせないとかってある？なんかのバグかな。オイルが足りてないんじゃないかな。多分そう。うん。燃料タンク2つ入れた。ね、ガソリン入れてある。で、冷却も入れてある。4入ってる。6入ってる。7、これかこれだわ。7がメインだ、これ。これだ、7だ。これだわ。これ、オイルじゃなくて、ここ燃料タンクなんだ。これが多分ね、メインの、やつで、で、そっから、まあ、補助的に、っていうか、まあ、複合して、使われていくのかな。車内のやつが。これで動くでしょ。いやー、7が、7
7か。いやー、さあ始動、エンジン始動、どこそかかるぞ。ちょっとこれをね、これにしとこう、これにしとこう。てる。わ、回ってる回ってる、見える見える見える、これ。あー、違う違うのよ違うのよ、すごい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 、回ってる回ってる。ほら回ってる、ちゃんとシャフトが回ってるよ、ほら。うわーすげー、感動だなこれは。うわー動いてる動いてる、うわーすげー、ちゃんと動いてるよ。間違えた。はい、じゃあこの辺にしておこうかね。動いてる動いてる、おーおーおおおおおお、や大丈夫これ、シャフトなんかおかしくないか。もう一回じゃあかけてみようか。ん、ピストルロットがなんか変なことになってないか、大丈夫か、いいのか。ん、いやおかしいだろ、うん、おかしいな。ほら、そう、ロットそうだよね。普通そうだよね。そうなってるよね。で、エンジンを切ると、ロットが変な方向に回ってるよ、おい。変な方向行ってるよ、ロットが。ロットが、ロット回転してるよ。これじゃ直せないよ。壊れちゃってるよ。楽しかったということで、本日の動画はねこれで終了したいと思います。またね、あ、もう一回スケスケ、あ、もう一回スケスケ状態できるぞ。ちょっとこれで回してみようか。ちょっとなんか変だけど、スケスケのスケスケ状態で回してみようか。お、大丈夫よ、そんなこんなシャフトの、おうおう、あ、動いた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 、動いてる動いてる、ピストンロットが動いてる。おお、これよこれ、これが見たかったのよ。まあなんかね、このグラフィックちょっと雑な部分はあるけどね、されて回転して、いや動いてますね。でこれがこっちの後ろに伝わって変速機がね、でこれが、回ると。いやーすごいですね。でちなみにあっちにあるのが T ガッツですね。 T ガッツの方も、いやー地獄だな、地獄が見えるよ。うわー直すの大変そう。まあこの動いてるのを、まあ、止めると、止めるとまあグラフィックが変になると。おいおいおい。ロット壊れてるよ、あれ。はい。ということで、本日の動画はこれにて終了したいと思います。ではね、また、次回の動画で、次回の動画で。お会いしましょう。
って動くようになりましたと。お会いしましょう。砲塔戻しちゃおうかな、せっかくだし。砲塔まだ治ってないけど、ということで、本日の動画はこれにて終了になります。また次回の動画でね、お会いしましょう。さようなら。